やっぱそのフェニックスみたいなキャラが戦闘するといいっすね。なるほどね。これも戦術っすか。な、こっち戦術やの。みんなやっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ミッドの坂、ミッドの坂っすね。ここなんですかね。ボイラーって。ボイラーでかい。ボイラー。わかりづらいな、ボイラー。いや、ミッド坂、ミッド坂。ミッド坂が良さげじゃないですか。え、こっちが、ここがオレンジですか。そうっすね。前の通路がオレンジですね。右もオレンジっすね。あー、なるほど。ここ一帯がもうオレンジ。オレンジ。あ、でも CR がそれで困ってねえやったらもうオレンジでいい。そう、うん、確かに。うん。そんな最後の一人だ。なんかさっきから。前か。最後の一人だ。最後の一人だ。なんだろう。最後の一人だ。どっちが言いやすいんですかね。昨日だるまさんと一緒にここで守ってた時にここベルトで統一してたから。うん、そうね。ベルトで行きます。了解です。その方がいいな。ベルト行きますか。いや、そうです。ここは最後の一人だ。なるほど。最後の一人だ。あのいじめ配信は一応バンね。一応言ってくわ。何すか。自覚ないのが一番いじめ。事故です。事故にやったんすか。そうか、事故ならまあ言いがかりはちょっと嫌ですね。俺今俺らの配信のこと言ってます。ちょっとすいません、ごめんなさい。俺か、悪い。心外だな。ごめんなさい。えい、了解。ここもベルトですよね。モデル、うん。でもこっちは CT ですよね。こっちは CT かな。もう、T、最後の一人だ。大丈夫か？練習、大丈夫ですか？サメさん。な、どうした？練習してください。ちょっと今感情がむき出しになっちゃって。ここもベルトっすか？ここ、ないな俺ら。あ、まあじゃああまりに攻めてる時は裏とか言っちゃうな。なるほど。了解です。お前だな。お前とアーバーフットでも。お前だな。もうどこ行った、逃げたぞ。お前だ、おい、地面の中に。おい、お前だ。ちょっと、おい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 、よく怒らない。おい、オッケー、よく怒らないと思うけどね、俺。すごない。ただうまくいくパターンもうまくいかないパターンも多分試合してみないと多分そうね、みんなちょっと感じが多分つかめてないと思うんで。確かに。じゃあ A これ難しいとこなよな。はい、俺すげえの持ってます。うーわ、すげえの。発表していい、発表していい、発表しちゃって。発表していい。すげえすげえすげえ。でここ物投げる、でここのやつ、はい、クリアする。で、こん中フラッシュ投げる、死ぬ、ランプ確保。うわ、エグル、すごい勝ちなんだ、ね、もうランプ行きたいってなったらもう俺に言ってほしい。確定じゃないですか、それ。もうランプはもう、でも獲得もう 100% なんで。ナミさん、ランクは今知れば、はえ、なんか笑ってません？笑ってません？一人。なんかメニさん笑っちゃって。違う違う違う。笑ってません。笑ってません。ちょっと、じゃあもう一回とランプのやつやってみてくださいよ。ランプランプ。それで、うん、合わせて離婚やれるかも。ランプランプいくよ。いくよいくよ。ランプをね、この時見といてほしいのよ。出てくるかもしれないから。なるほどね。ランプを見といてほしい。いくよ。いくよ。あ、いけ、いけ。で、離婚して、で、離婚も俺からここでポンって飛ばすと。お前今日おかしいな。違います。チャンス。そのパターンのレジだっただけです。イモンタルレディアントだとああやって倒される。ああ、そうか。アングラレベルで、あの速度で倒されちゃう。見ないと死ぬよ。ああ、そう。それが見てほしい。ありがとうございます。
もう一回やってみます？甘くないんですよ。じゃあもう一回やりましょう。じゃあ、はい、ランプ見ておいてください。ランプを見ておいてください。ランプ、ランプ、はいはいはい、行きますよ、行きますよ。でも俺はリコン飛ばすんで。で、リコン飛ばして、で、ここ、はい。で、リコン飛ばして。で、はい、今、死にました。死にました、死にました。じゃあもう本当に初動をじゃあ炊いて、リコンで見てもろうて、大丈夫そうだったら、まあオーブ一人。スタさんが取って、スマイダーマン見とくみたいな。フェニウルトがやっぱ鍵なんで、もうこのチーム。確かに。シャワーのオーブを毎回取れるかどうかみたいな。了解。で、最悪死んでもいいキャラなんで、うん、このシャワーで敵も、多分敵もシャワーを結構重視してきたら、打ち合いになることがあると思うんで、はいはいはい、そこでやっぱその、フェニックスみたいなキャラが戦闘すると、いいですね。なるほどね。これも戦術っすか？な、これ戦術やもん。みんな。これな。何も見えない。江戸時代ぐらいの攻め方だけどこれ。みんな何も、あ、もうやっぱ燃えちゃってるけど。みんな、みんな聞こえる？みんな。サメさん真面目にやってもらって。やってるやってるんだ俺は。当ててきた。あ、嫌い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 。シンプルにね。普通に嫌い。え？これでアルティメットで入って。え誰これ、えこれ誰俺おるけど、なんか誰かいますよこれこれ俺おるけど、ミラージュっすか戦術おるんやけど、あ、死んだ、えミラージュ死んだ、これ蘇生してよこれじゃあ誰わけわからんことやって、なんでわけわからんことやってんな。もうね、もう武器が前なんで、もうやめてくれ。なんかあの入ってく、敵入ってくるタイミングにこういうとことかになんかリボン返すの結構強いですけどね。なるほど。ってことはこう CT とかでちょっと見とくとかって感じですかね。まあエルボーでもいいし、なんかなんかその敵がこうやって入ってくるので B まずとかっておいて。なるほど。この B サイト側に攻めたいんですけど、この後ろにも。振り向いて壊さなきゃいけないじゃないですか。確かに、てことはなんか羽のやつが欲しいですね。こっちまたスタミさんがふざけてます。スタミさん、スタミさん、一回死なないように、一回死なないように。これ、これいいな。このリコンどうすか？このリコン、これ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 。これ良さげない。そんな感じ、そんな感じですよ。じゃあ、 なんか入ってきそうだなって感じになったらこれ炊いて。え、この人、ちょっと待って、お前一回聞いていい？この前世界大会出てたんだよね。そこだけちゃんとしてほしい。これ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 感動のインタビューとか吹っ飛んだわ。マジで吹っ飛んだよ。トップ状態で当てる練習をしたかったから。お願いします。何これ、俺泣くまでやられるの？練習っすか？違う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 。いや練習泣くはずない。まだまだあります。だるま、おいだるま。練習はでも、じゃあ練習じゃなくて、そんなきついですか？練習がきついんじゃなくて、これはちょっと雰囲気悪い。ふざけてるのスタメさんだけですよ。ちげえだろベニア、おい。いや、また死体の数見てください、これ。でもなんかあったでいい。スタミさん散らかしてる。ちょっと散らかしたの、お前らや。これやばいだろ。え、じゃあやばいだろ。これだけ君たちはふざけたんだよ。反省して、この地面を見て。すいません、すいませんでした。そう、それだけは反省して。申し訳ないです。申し訳ないです。僕の責任です。申し訳ないです。俺が悪いです、完全に。俺が悪いです。次、いや、僕が。A守りやります。A守りやります。ダンダイが。もうレーダーすごいと思ってます。サミさん、あれ無敵はそう、無敵ありますよ、無敵。あ、そうだ、無敵入れをついてか、そうだ、忘れてた、これ無敵導入されんすか、これ。おいしいと思ってたってことですか？あー、無敵しない。おい、マジか。もう終わりだ。内心ニヤニヤみたいな。マジか。なはずないやん。え、見てる側も長えなと思ってるぐらいやってたよ、今。誰が強いな。あー、なんか上がってきて一気に殺されるみたいな。そうですね。あ、スタさん、スタさん、はい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 。俺がフッカーとかで守ってる時に、なんか B ショットが見えるじゃないですか。なんか超えるみたいな。うん。したらウルトで結構俺と挟んでたもん。あー、はい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 。フラッシュ入れてもらって。それはね、ソロQとかでよくやる。
助かります。フラッシュで出るの強いです。あ、フラッ、あー、なるほど。フラッシュ、今日それはもう一回やらせて。フラッシュでドア開くんで。あ、フラッシュでドアが開く。そうなんすよ。もう一回やらせて。もう一回で、もう一回で、うん、初動。え、これどうやって投げればいいの。一回ここで止まって、うん、フラッシュでドア開けるみたいな感じです。バルツなんだ、守り初動さあ、外リコン、うん、今日近い、体が近いですね。まあでも自分 B だから、打ってから、打ってから B 行ってもいいですよ。おすすめこっちからですね。このヘブンから、なんでこっち焼くと、もう見られるとこ多いんで、からね、これとこれの間のピンさせんか、これ普通になんかめちゃめちゃいい情報を兄さんに教えてもらえて、寒暖差で死にそうなんだけど、さっきのどこ行ったん。え、何ですか。なんかしましたね、さっき。あ、もう普通の、ブレギの、普通のこと突き放してね、優しくする。あ、なんか普通にそういうのキュンときちゃうから。ああ、これが世界の男の距離の詰め方ですね。普通に一瞬で詰まったから、今の大好きだから。ちょろすぎない、これじゃん。めっちゃ好き。 DV 返し怖いな。あ、そう、死んでからのカメラも大事ですね。あれ回せるんだよ。無敵、無敵切ってもらっていいですか。どういうことマジでわからん。もう一回無敵切ってきた。で、これで殺すと回転できるじゃないですか、その瞬間。よし、マジだ。で、マウスブンブン振ったら結構いろんなとこ見れるんで、結構情報取れるんで、死んだ後結構ね、そうすね、情報取れます。知らなかった。いや、フラッシュで、こっち見て、で、こっち見て、すげえ。これ、この情報でいっこ初めてした、マジで。ありますね、ゲートいる、ゲートいるとか。そういう、逆に言う、敵のフェニックスに見られてるってことですね。そうですね、そうですね。知らんかったぞ。ああ、向かれてないからって油断しちゃダメなんだじゃん。なんでバレたんだって思う時ある。ここのインフォが入るか入りながら結構情報変わってくるんで、めちゃめちゃこれはこれ大事よ、スタミさん。6キル93です。スタミさん、はい。ウルトの時にフラッシュちょっとクリック長押ししたら距離伸びるの知ってます。泣いてんのちょっとやってみてください。やってみてください。なんかね、ビームみたいになるんですよ。え、マジマジウルトの時にそう、仲間さん。え、ちょっと待って、ちょっと待って。もう一回。待って。なんで、もう一回行くよ。よし、行くぞ。あ、なってるかも。それ結構最近プロの中でも結構使われることが多いですね。もう完全にセンチネルのやつとかやってます、うん、そう、やってましたよね。どこのラインと、もう一回やらして、もう一回やらして。よし、行くぞ。俺は知らないですけど。え、届かないけど。あれ、いやもうガチで長い、今のフェニックス深いですね。ちょっと待って。そうじゃなくて、それが普通で、ウルト。どこだ。気づいたんやって今。え、でも今、え、全員で演技したの？すごくない今の。いや、何？なんだ？俺普通にそういうのあるんや。俺か、また俺か。今、全員でパッと息合わせて嘘ついたの？俺そういうのを本当に信じるからね、今の段階は。めちゃめちゃ今の段階は普通に俺信じるからね。めちゃくちゃピュアていうか、ピュアじゃなくて真面目フェーズでよくそんな嘘つこうと思ったね、ベニエ。やばいけど。いや怖いな、ちょっと俺マジで。なんで距離的に回るんですか。俺マジで知らんくて、え、ガチなんともずっと見てましたね、真面目に。ちなみに俺も知らんくて、あ、マジなんだ。割り勝ちちょっと腰に手枠なんで。よかった、ベニーさんが笑い始めたから、あ、よかったよかった。俺みんなマジで本当に一瞬で気合わせていじめにかかってるのかと思った。それだったらまだ許せる。マジなんと思って。本当に分かんなかったね。全然伸びとらん。感動してたよ、なんなら。ベニーさん、ほんまやー。ならいい、ならいい。明日決まりました、相手。うわ、明日か。明日のチームラズです。出たー。
来ました来ました。明日ついに明日も本番優勝しました。決勝戦勝ったら優勝ですかね。これえ負けらんねっす。マジ本気だな。明日本気の日だ。ここはね、バチボコ行っといてビビらせましょう。ちゃんと寝よう。